演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらカルビーの47都道府県の味ポテトチップス7県代表野沢菜漬けお味を食べたいと思います。なんか前回のわさび漬けの時にまた漬物がほぼ感じになってますね。漬物ってそんなアレンジできるもんなのかな。まあ食べてみます。見た目はポテトチップスですが、前回のわさび漬けと比べるとちょっと青臭い感じがしますね。何か言い方悪いわ。ではいただきます。サワークリーム味のポテチに近い酸味がありますね。なのでさっぱりいただけて、塩のポテトチップスとはまた違った美味しさがあります。ポテトチップスなんですけど、ちょっとさっぱりとして酸味も感じられて美味しかったです。なので案外さっぱりとサクサク最後まで食べ進めることができました。最初ちょっと青臭いかなと思ったんですけど、青さは全体的にそんなになかったです。むしろ酸味を楽しむポテトチップス、そんな印象でした。でもタバスコとかともまた違う美味しさがありました。というわけでこちらの点数とさせていただきます。さっぱりいきたい方にはおすすめですね。それでは寒中水泳、髪縛る蹴り、詰めすぎて、冷たさで髪も縛れてしまうのでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。